どうも皆様、こんばんは、くんひろです。先ほど無事にモンスターハンターワールドアイスボーンのラスボスをクリアしました。一応表のラスボスって感じで俺は捉えてるんだけども、もしかしたら裏がいるかもしれない。でも一応ラスボスってことで、それの作れる武器と装備、防具全部紹介しようかなと思います。ちょっと紹介する前に先に言っておきたいことがあります。もしネタバレ嫌な人、まだ見てる方いらっしゃいましたら、ここで戻った方がいいかと思います。防具の名前と防具の見た目、スキル、防御力とか全部出します。なので、まあ楽しみにしてる人もいると思うんだよね、やっぱ防具の見た目とかっていうのは。まあそういう人たちの楽しみをできるだけなくさないように、減らさないようには工夫はしたいと思うんで、まあサムネイルとかも工夫はしてると思います。ただね、防具は難しいね。見た目のそのインパクトがないし、どうしようかな。まあ行きましょうか。なんとかします。まずは防具からいきます。防具はこれですね、 EX アンガルダ、アルファとベータ、この2つです。見た目はこんな感じ。すごくないこれ。めっちゃすごいよね。なんて言うんだろう、過去作で言うと山つかみの雰囲気にちょっと似てるかな。山つかみの防具の雰囲気に似てるんだけど、まあゴージャスさはもちろん違うよ。でもこのベータの方見て、ちょっとさ雰囲気ない、宝石がギラギラついてるから、なんて言うんだろうな、あれいう感じじゃないけど、方向性としてはさ似てると思うんだよね。なんか仏教みたいな、ちょっとそんな感じするよね。こんな感じなんですよ。まあベータはかっこいいと思う。アルファはちょっと俺は苦手かな。でもラスボスを見ればこの見た目なのもイメージがつくというか、なるほどこうしてきたかという感じですね。でスキルの性能、これ一気に見れるんだけどね、こんな感じで。この読み方が分かんないんだけど、このシリーズスキルの4と5があって、4は耐震、風圧、耳栓、ひるみ向こうがレベル3でつくと。で5が耐震、耳栓5、風圧完全無効、ひるみ無効。なので1部位増やすだけで、まあ基本的にその妨害されるようなスキルは全部搭載できると。妨害されるようなスキルじゃおかしいね。まあそういう、なんつうの、妨害をしてくるものを防ぐやつね。そうそうそう、そういうやつは防ぐ。ただ毒とかそういうのはないね。で強いか弱いかって言われたらちょっとまだわかんないね。でもこれがアルファで、あとはスロットもあるからね、他にもつけれるって考えると、なかなか、なんて言うんだろうな、つけてても全然良さそうなスキル構成ではあるよね。まあ守り主体な感じがするけど、だって 5V つけて体力増強増えて、体力回復量アップして破壊王、これはおそらくラスボス用だと思うんだわ。おそらくラスボスは破壊王が生きてくるんじゃないかなっていうボスだからね。でこれが属性やられるとか異常状態になると、それを解除した時に攻撃力が上がるの。そういうスキルがあって、まあなんて言うんだろう、これで火力を上げてってくださいってことなのかな。超会心もあるし、これになんか弱得度持ったりとかして、そうしたら攻撃とかもらなくても一応立ち回れるよっていう感じなのかね。でもこれだけ見るとあんま強くないなと思うかもしれないんですけど、ここを考えるとね結構強いんですよ。耐震で1個、耳栓で2個、風圧で3つ。まず風圧完全無効なのがすごいよね。でひるみ無効、これも無効だからね、1とかじゃないんだ多分、軽減とかじゃない、無効で。ここで4つついてて、5678910個ついてんだね。とんでもねえお化け装備だよこれ。で防御力810と、なんか流行りそう、流行りそうな気がする。あでもあれでもね、モンスターハンターワールドのトレンドはどちらかっつったら攻撃モリモリだからね。俺は結構こういう、なんて言うんだろうな、自分を守るたり、ちょっとなんて言うんだろうな、攻撃見切り超会心とかじゃないスキル意外と好きだったりするんですよ。まあ結構紹介してるのはやっぱりそのニーズに合わせて紹介することが多いんであれなんですけども、結構こういうスキル好き。でスロット、そうスロットだね、スロットがこんな感じだね。優秀だと思うよ俺は。ここで攻撃4つけれるね。まず1スロが1,2,3,4,5,5個ある。で3スロが1,2,3 めっちゃあるじゃん。で2スロが1,2か。いやだいぶ幅広いよ。これだけ作っとけば基本的に何でもいけちゃうぜっていうのもしかしたらあるかもしんない。あそういう感じの装備かもしんないねこれね。でベータの方行きましょう。
見た目がすごく可愛いんですけども、スキル構成はこんな感じに変わります。まあ変わるといってもですね、その破壊王がなくなって、超会心が2のままで、これも1個下がってるかなね。そうよね。で、体力回復量アップも1個下がってると。正直こっち選ぶんだったらこっちの方がいいかもしれない。それなぜかというと、やっぱスロットが増えるんだよね。あと見た目もいいし、スロットが4がこれ1個2個3個4個5個全部ついてる。化け物でしょ。4スロのその重要性っていうのがまだ俺ははっきりとはしてないんだけども、達人2がついたりとか、あと攻撃プラス何々とか、だから達人プラス何々とかも絶対あると思うんですね。もしかしたら攻撃2とかもあるかもしれない。だから1個のスロットの枠で攻撃が2個増やせることもあるかもしれない。って考えるとやばいよね。ただ素材はえぐいけどね。これをどうスロットを運用するかでだいぶ変わってくるよね。面白そうこれは。でもだってそうだよね。4スロがもう一回いくね。4スロが1,2,3,4,5で3スロが1個か。3スロは1個やってんだ。で2スロが1,2,3だから汎用性としてはさらに高くなってるんだよね。入れれるものは増えてる。減ってない。1個も減ってない。その代わりスキルがデフォで減ってるのはあるけど、でもそんなの関係ないってやつでしょね。いいよね。これは結構いい気がする。これ優秀だと思う俺は。今改めて見てて、防御力も申し分ないし、耐性も申し分ない。結構ね、耐性マイナスマイナスばっかだと意外と気にしてない人いるんだけども、初心者の人は特に気にした方がいい。耐性が25とかなんかすごい高くなると相手の攻撃ほとんど食らわなくなるんだよね。例えばネロミエールとかいるじゃん。あれも水と雷とか使うんだけどまあこれ見てる人は多分もう言ってると信じるわ。だってここまで来てるんだもん。まあそうなんですよ。だからその属性が低ければ低いほど死にやすくなるんだよね。特にコリューなんてそうだよ。属性のなんかいろいろ打ってくるから、イベルカーナで氷マイナス30とかで言ってみ、もう即死もん。防御がいくらあっても即死もんぐらい。大げさに言ってるけどね。で素材とかはそうだね、普通にラスボスを勝ってたらたまるってわけじゃない。その大流玉、潮流玉、なんかそのいろんなもんがいるわ。いろんなもんがいる。じゃあお次武器いきましょうか。体験どこだろう、ちょっと探すね。ありました、これですね。無双ポッピー絶対違う無双ポッピーじゃない、絶対違うね。ポッピーの P どっから出てきた。不動、あでも不動ってついてるとやっぱシェンガオレンとか思い出すな。シェンガオレンの防具ね、確かね不動だったんだよね。すげえ脱製防具だけどねあれねでもなんかやっぱりそのちょっと仏教寄りな防具っていうのはモンスターハンターのそのデザインの人たちっていうのはなんか頭に入れてるのかね。なんかそんな気がするね。結構ずっとやってきた人は、あ確かにって思うものがあると思うんだけど、そんな気がするね。で基本的には武器の属性とかはあの全部同じだと思います。まあ基本的に攻撃力が高くてって感じだね。で防御力もプラス30か。なんかあれだね、ダブルクロスとかのあいつ最後のカマキリみたいな性能に近くはないか。そんな近くはないねお次太刀。おーかっこいいんじゃないこの太刀も。ちょっと自分でつけてみることはできないのかな。あ、いけるじゃんいけるじゃん。おー俺こういう太刀好きだわ。実は俺ね太刀好きなんですよ。双剣ばっか使ってるけど、双剣太刀とか、まあ、スタイリッシュな武器が結構好き。おー見た目はこういう感じだって。で性能に関してはまあさっきと似てる感じだね。攻撃力高めの切れ味がちょっとしかないっていう。でスロット2の防御力プラス30は同じか。名前は名前読む？行雲流水、多分合ってるっしょこれ。和光体験の方も装備して見ていこう。うわなかなかいいじゃん。し手芸持つところがあれになってる。なんか爪グインってなってる。グインってなってるね。うわ体験とかってさ貯めるとギミックがあったりするじゃん。それが楽しみなんだよねこれ武器って。そうなんですよ。じゃあお次片手剣、順番としては性能を見て装着してるところを見よう。これもかっこいいな。いや実はね双剣ダッサいんですよ納得いってないんだよね双剣に関しては。さっきより白ゲージは増えてるけど、まあそれは手数の問題って感じかな。
392の攻撃力で、スロットが2、防御力が30と。基本的には同じだね。で、見た目がこんな感じよ。いいね、いいね、いいね。なんかやっぱり仏教感あるね。このなんつうの、水蓮の花っていうの、蓮の花っていうの、なんかそういう感じで仏教感あるね。お次は僕のメイン武器、双剣でございます。先に言っときます、とてつもなくダサいです。はい、こちらでございます。なんかサザエでございますみたいになってるけどね。名前がジャキ三三水眼。むずいわ。攻撃力392の白ゲージ、結構多いね。これね、もしかしたら白ゲー、上げなくても運用できるけど、まあ上げて紫ゲージにした方が強いだろうね。でね、双剣はね、すごいいい防具があるんですよ。まああの水の交流のあれで運用したら結構良さそう。これは仏教館というよりもなんか魔法のランプだよね。ね、アラジン出てきそうな感じ。わかるわかるわかる。多分絶対意識してると思うよ、これは。うん、魔法のランプだと思う。お次、ハンマー。おー、初めて見たんだけど。あー、ハンマーも匠をつければ相当強そうだなこれ。まあみんな同じような倍率にされてると思うんだけどね。で、見た目よ。あ、手なんだ。すげえ、アシュラだ、アシュラ。完全にアシュラじゃん。ネテロ出てくるで、これ、ネテロ。ね。ハンターハンター、ハンターハンター。お次、笛、狩猟笛。これもそういう感じだね。極楽浄土。加減。笛は、これ見た方がいいか。使いやすいんじゃない？あ、でも攻撃力アップ台がないね。でもまあ防御力アップ台がついてる。で、風圧完全無効とスタミナ減少。これはね、あれで美味しいんですよ、双剣としては。どうだろうね、笛については結構知識ないんで分かんないや。で、見た目がでっけ。一応なんかギターみたいな感じか。いや、琴っていうのかな、なんていうのこれ。あ、しかもなんか叩くところは顔みたいになってる。お次、ランス。いや、結構全部紹介すると長くなるね。だって動画もう20分ぐらい回ってるよ。まあ、カットでうまくね、やっとくけど。あれ？あ、あった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 。ああ、これもなんか山つかみのね、なんだっけな、どっかでこういうの見たことあるんで、フロンティアだったかな。なんか山つかみ山つかみ言ってるけど、アイスウォーに山つかみ出ないっていう話なんだけどね。多分山つかみで検索すると出てくるんだけども、防具とか見てみてください。結構ね、あ、ほんとだ、こういう感じだって思うから。ちょっとね、昔だから、なんていうの、デザインの、そのクオリティっていうのは、なんか古臭いか？いや、古臭くはないな。俺結構昔のデザイン結構好きだったりする。結構2回言ってしまった。で、名前が金剛和宝仁王。金剛和宝仁王。644白ゲージ。まあ基本的には同じだな。まあパッと見でいきましょう、これはね。あー、でっけえな、やっぱり。でかいね。てかもう映ってねえじゃん。これさ、キャラモデル、あー無理か。槍はね、ランスはね、これは限界だそうですね、見るのが。上の大事な部分が見えないっていうね、モザイクかかっちゃってるか、これ。お次、ガンランス。ガンランスはなんとなくね、予想つくよ、俺。それこそ、なんだろう、木でできた、なんて言うんだろう、筒っていうか、なんて言うんだろう。うん、なんかそういう感じ。お坊さんが持ってそうな棒。あー、ではなかったわ。お坊さんが持ってそうな棒って。攻撃レベルがレベル5か、強いじゃん。で、拡散か。あれ、強くないこれ。結構良さげじゃない。え、通常6があるわ。ごめん。6があったわ、上に。そうか、もう6とか平気であるんだ、これ。6があるね。通常だけ6があるとか。拡散は6ないとか。そういうのはあるかもしれない。あ、でもマムタルト武器でどうせ6出てきそうだな。そうしたら。で、見た目はこんな感じか。ま、これお坊さんが持ってたら相当やべえな。人殺しだよ、お坊さん。やべえお坊さんだよ、そしたら。お次、スラッシュアックス。これ楽しみ。これか。おー。読み方が、全くわからん。諸行無常。名流。あ、合ってそうだね。諸行無常っぽいね。強撃瓶か。強撃瓶だそうです。まあ、弱くないでしょうね、全然。ただ、切れ味がやっぱり、ちょっと低いかな。スラッシュアックス。てか、あれだね。アイスボーンになってから、白ゲージが当たり前になってるから、白ゲージで運用したいっていう欲が強いわ。あ、見た目もかっこいい、これ。あ、振りたいな。そうだよ、スラックとか特にさ、使ってなんぼのとこあるからね、見た目的にも。
そう、斧モードと剣モードがあってさ、全然違うもん。でも剣モードも予想つくな。このこっちの上の上側が剣になるんだよね。あー絶対かっこいいじゃん。絶対かっこいい、この武器は。うわー、次チャージアックス、これもかっこいいだろうね。これですね。漢字もう読まないどこか。絶対さ、みんなさ違ってるからイライラしてるでしょね。あれなんだよ、なんでこんなに早くモンスターハンターワールドアイスボーンのラスボスを倒してるかっていうと、もう頭が悪いからなんだよね。頭が悪いからもうゲームばっかやっちゃうんだよ俺だね。他のゲームばっかやってる人頭悪いって言ってるわけじゃないんだけども、俺はそうなんだよね。もう高校の時もね、テスト勉強をせずに、ゲームでずっともう引きこもりやってましたからね。そういう人間なんですよ。しかもその時引きこもった理由がモンスターハンターっていうね。見た目がこんな感じか。まあ、いいじゃんいいじゃん、思ったよりいいじゃん。なんかあれだね、脳みその血管みたいになってる。なんかさ、木なんだけど、ちょっと宝石が入ることによって、なんていうの、複雑なね、複雑な感じがするわ。わあ、これも使ってみたい。使ってみたいって思える武器っていいよな。お次、総中棍。総中棍。これか。おお、ぽいぽいぽい。すごいぽい、これは。もう完全に、シャリーン、シャリーンじゃん。あれだよ。あ、三蔵法師だ。三蔵法師だ。三蔵法師が持ってるやつだ。そうだ、思い出した。何かって言ったら三蔵法師っぽいんだ。全部。ねえ、そうだよね、そうだよね。三蔵法師だよね。そういうことよ、そういうことよ。幼虫ボーナスっていうのが、あれ追加されてるけど、俺あんま知らねえな、これ。幼虫強化、気力。気力。上は？あ、攻撃だ。気力だって、わかんねえ。何だこれ。気と力がわかんのか。気と力ってなんだ。見た目は。まあ、見えないよね。で、次、ライトボウガン、ヘビー、弓か。ここら辺はどうなるんだろう。うん、これだね。これだね。なんかあれだ。あの、鬼ヶ島、神ヶ島って知ってるかな？そういう武器がね、昔あったんですよ。今回もあったっけか。あ、あるある、ごめんごめん。まあ、ちょっと似てるけど、高級感こっちのがあるか。なんか装飾ついてるもんね。で、性能はどうだろう。ちょっとボウガンに関してはじっくり見ないとわからないんですけども。通常弾速射か、これ何速射だろう。基本的にライトボウガンってさ、今まで速射が有効だったけど、速射は対応してないね、一個も。速射は一個も対応してないね。で、なおかつ麻痺弾もレベル2が1か。どうだろう。まあ、もしかしたら、ライトボウガン使いの方からしたら、うわ、これすげえいいじゃんっていうのが、その性能の部分としてあるかもしれない。ごめんね、ちょっとわかんなくて。325だけど、こっちは377。高いね。純粋に火力が高いってことかもしれない。で、見た目がこれと。お、意外と大きい。スコープが右についてるんだね。これはもしかしたら、カチャンってやると真ん中に来るタイプなんじゃない？昔のさ、火縄銃的なそういうノリだよ。あ、それこそあれか、種ヶ島じゃねえや。鬼ヶ島とかそういうやつか。そしてヘビーボウガン。ちょっとなんかパソコンの調子が悪いの大丈夫かな？ちゃんと録画できてなかったら、どうしよう。めっちゃ、萎えるんだけど、それは。これか。おー。これもおそらく火力がバカ高いんだろうね。450でしょう。上のが400だからね。うん、火力高いね。あ、でもこれも高いじゃん。てか、これが高い方なんだろうね。でもこれが異常に高い。と思う。そして、弾。貫通が3か。これ、ね、ヘビーボウガン使ってた人から言わせると、装填数がね、多ければ多いほどね、やっぱなんかいい気がするんだよね。ちょっと攻撃力下がっててもいい。で、さらに無属性強化が入ると良かったんだけど、まあ無属性強化はちょっと弱体化されたっていうのもあって、そこはどうなるかはわからないね。でもやっぱあれだな。純粋に武器の火力としてはすごい高い。ただ、対応してる弾は少なめで、撃てる数も少ないっていう感じだね。ちょっと知識がなくて申し訳ないな、この辺は。まあ、ボウガンとかに関してはものすごい、なんて言うんだろうな、一個一個性能見てって、で、この敵にはこの敵っていう、なんて言うんだろう。そういうのがあるから、ちょっと難しいよね、評価っていうのは。なんか感想っていうのも。ただ、見た目はええな。見た目はええな。なんかすげえじゃん。弾そんなでっけえの？一発、入魂的な感じだね。そして、お待たせしました、弓使いの皆様。
最後でございます。これが来たー。あ、これ山つかみとそっくり。これ山つかみとそっくりなんだよ。使ってたもん俺前でね。山つかみのやつはね、山つかみばっかり言ってごめんな。その打つところになんかね輪っかがついてたんだね。太陽の輪っかみたいなやつが。そうそうそう、懐かしいなー。ステータスは336、そして見た目はこんな感じだ。あ、ま、輪っかついてんじゃん。本当に山つかみだ。本当に山つかみだ。そっくりそっくりそっくり。あ、でもかわいい。見て、ヤサスとこがさ、ほら、お花がついてる感じになってる。すげえかわいい。あ、ちゃんとあれだね。弓の方にも、お花とかもついてるわ。おしゃれだなー。おしゃれだなー。かなりおしゃれよ。よし、ということで一通り紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、パッパッパッと言ってしまったので、なんかもう、あんまわかんねえやと思うかもしんないけど、なんとなく雰囲気で、ね。特に防具に関してはものすごく優秀なんじゃないかなと、僕は思います。てか、自分で話してて、作りたくなった。これを作ったら、どういうスロットの埋め方を俺はするんだろうっていう、もう自分を試したい。ただ、装飾品芸になってくるよね、そうなると。でもまあ、モンスターハンターワールド、アイスボーンも、やり込みは多分装飾品とかで、でまあ、しっかりといい装備、自分の理想を通りに組んでいって、で、タイムアタックだとか、まあ、いろんな人と手伝ったりとか、まあ、新しいモンスター買ったりとか、そういう楽しみだもんな、一応ね。まあ、いろんな楽しみがあると思うけど、俺は基本的にはそういう考えでいる。まあ、武器コンプリートしたりとかね。結構そういうコレクター要素が好きかな、俺はね。いや、なんだかんだ言ってね、もう、モンスターハンターワールドやって24時間ですよ。眠たいなーって思った時期もあったけど、今はね、なんだろう、あんま眠たくないんだよね。やばいよな。ただね、声が出なくなってきた。声枯れてるよね、多分ね。うん、ただ、あと目がね、なんか、つむろうとするんだよね。それ眠たいのかな?ということで皆さんも、無理せずに、モンスターハンターワールドアイスボーン、ぜひ、一緒に楽しみましょう。まあ、いろんな攻略動画とか、ためになる情報が出てくるとは思うので、その時はぜひ、動画見てやってください。それでは、次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。明日の朝は、もしかしたら全部の防具紹介するかもしれません。